インさん、週末何をしましたか？週末、前週末は、日本語を勉強します。しました。日本語を勉強しました。はい。例えば何について勉強しましたか？なんていう、JLPT の、JLPT の、文系？文系。センテンスパターン、はい。N3？ N4、N3。N4 ですよね。N4 ね。はい。文系、センテンスパターン。例えば、どんな文系を勉強しましたか？例えば、わけではない。その文系わけではない。わけではない。あそこね、ちょっと待ってね、わけではない。わけではない。ちょっと待ってね、わけではない。わけではない。わけではない。ちょっと待ってね、大きくしましょう。塩酸の文系。わけではない。あそこね。で、わけではない。で、これを勉強しました。ね。で、例えば、何かじゃあ、エグザンプはありますか？チャンネこのルわマッけでは。チ、例えば、can you read? というわけではない。だよね。幸せの、わけではない。そうです。わけではないね。そうですね。そうですね。そうですね。大丈夫、大丈夫。これを勉強しました。ありました。あと、日本人の友達と話をしましたか？いいえ、先週末、日本人の友達が忙しそうなんですが、私と話しませんでした。わかりました。OK です。はい、じゃあね、キャスリンさん、作文、コンポジション、これまず先週のね、短所。短所。先週この長所を見ました。で、この短所はね、まだ見ていなかった。じゃあちょっとね、今日ここ。じゃあまず、キャスリンさん、まず読んでください。そして、短所は慎重になりす、なりすぎて、なかなか、問題無理じゃない。なかなか、進まない。進まないこともあります。例えば、日本語の勉強を始めたときに、最適な、最良これね、教材。教材、最適な教材を、探すのに、多くの時間を増やしましたが、その時間を勉強に当てた方がいいと思いました。
かりました。はい、ね。じゃあね、見ましょう。うん。そうですね。ね、そしてね、短所は慎重になりすぎて、なかなか進まないこともあります。ね、これ先週説明したんですけど、例えば、ここね、長所は、ね。で、これがね、こと。それがここもこと。ね。うん。で、ここも多分ね、ちょっと同じように。うん。こと。です。ね。うん。慎重、短所は慎重になりすぎてなかなか進まないことです。これわかりますかね。はい。こんなことです。はい。ね。うん。わかりました。じゃあちょっとこれはカットね。うん。例えば日本語の勉強を始めたときに、うん。最適な教材を探すのに多くの時間を費やしましたが、その時間を勉強に当てた方がいいと思いました。うん。ね。わかりました。うん。これ、まず、このね、そうだな、思いました。ね、ああ、ね。これ、まあね、思いました。まあ、英語だと thought。ね、ああ。それが、これは、どうでしょうね。これは、キャスリンさん、今ですか？はい。Is it what you think now when you look back? あ、いや、いや、はい。ね、ね、ね。今も、私も。ね、ね、うん。そう、私も読んでね、うん。まあ、だから多分ここはね、うん。思いますね、うん。ね、うん。I think, うん。ね、うん。ね、うん。で、その時間を勉強に当てた方が、まあ、いい。ね。これ、いいはね、プレゼンテンスなんですけど。うん。多分、これも、過去かな。うん。よかった。うん。うん。これ、わかりますかね。はい。ね。その時間を勉強に当てた方がよかったと思います。ね、だから何でしょうね。It must have been better とかね。うん。ね、ああ、ね、うん。ね。よかったと思います。うん。とね、まあでもね、この2つ、これだけかな。あとは大丈夫。ね。これ、どう？何か問題がありますか？これ今ね、まあちょっと直しましたけど、大丈夫ですかね。はい、大丈夫。はい。ね、わかりました。うん。じゃあちょっと今直したので、また読んでください。うん。はい。そして、短所は慎重になりすぎて、うん、なかなか進まないことです。はい。例えば、日本語の勉強を始めたときに、最適な、最、教材？うん、教材。はい、教材。うん、すみません、もう一度。うん、日本語の勉強を始めたときに、最適な教材を探すのに、うん、時間を増やしましたが、うん、その時間を勉強に出た方が良かったと思います。ね。はい。そうです。わかりました。はい。じゃあ、今日はまた他の作文。ね、これをね、書いてもらいました。まあ、これが、ね、とても、ね、いい作文。うん。じゃあ、まず、全部読もうかな。ちょっと待ってね、これ、うん。じゃあ、まずね、これがテーマ。はい、読んでください。うん。ルッチ人はいると思いますか？うん、いないと思いますか？どうしてですか？はい、じゃあ
はい、読んでください。うん、はい。ユツディムはいるかどうかわかりませんが、うん、他の生物はいると思います。うん、惑星がたくさんあるから、うん、何らかの生命が存在する惑星があると考えるのは妥当なことだと思います。ね、はい。じゃあ、はい、読んでください。うん、先週末、ネットでこの話題を読んでいて、うん、2年前のある研究によると、うんうん、約3億の惑星が住めるかもしれないとのことでした。うん、その研究で住める惑星のためには、うん、3つの予想を考慮しました。うん、1つ目は、地球と広さが同じで、うんうん、2つ目は、太陽と同じような年齢と温度の惑星、惑星の数がいくつあり、三つ目は、水分が存在する惑星です。うん、このことから、約3億の住めそうな惑星が分かったのことでした。しかし、宇宙人の発見がないのは、これらの惑星のどれもが私が探査できるほど近くにないからです。ね、そうです。じゃあ最後、はい。映画に出てくれるような人の形をした宇宙人がいないかもしれませんが、宇宙人はとても広いので、地球以外で生息している生き物がいると思います。ね。OK です。ねえ。どう、この作文は難しかったですか？はい。ちょっと難しいです。うん、新しい言葉がたくさん、ね、はい、ね、そうそうね。はい、うん、ね、うん、あれ、この新しい言葉、これはそうインターネットで調べましたか？はい、そうです。ね、わかりました。ね、これね、まあちょっと難しい言葉。ね、はい、ね、分かりました、うん、うん、じゃあね、これをちょっと一緒に見ましょう、うん、まずじゃあちょっとコピーして、これオリジナル、ね、うん、でね、色を変えます。じゃあ青、ね、うん、ね、うん、あ、じゃあまずね、宇宙人はいるかどうか分かりませんが、他の生物はいると思います。惑星がたくさんあるから、何らかの生命が存在する惑星があると考えるのは妥当なことだと思います。うん、これも全部大丈夫。ね。OK です。ね、じゃあ次の、ね、パラグラフ、うん。これはちょっと長い。よいしょ。はい。で、これも色を変えます。ね、青。うん。ね、はい。うん、そうですね。じゃあ、これを見ましょう。あれ、赤のどこ行ったのか。ね、うん。先週末、ネットでこの話題を読んでいて、うん。2年前のある研究によると、3億の惑星が住めるかもしれないとのことでした。うん、ね。これ大丈夫です。ね、まあ、そうですね。惑星が住めるかもしれない。うん。そうだね。うん。まあ大丈夫かな。うん。惑星が住める。うん。ちょっと変えますね。ね、うん、まあ大丈夫だけど、うんとね、
私だったらこうかな、サンゴの惑星に、ね、惑星に、うん、それから、ね、書いて、うん、ね、惑星に、うん、生物、ね、うん、ね、生物が住める。はい。うん、まあ、なんでしょうね。Any type of creature、うん、ね、ね、そうね、ああ、3億の惑星に生物が住めるかもしれないとのことでしたね。ああ、そうです。これ、ね、あとこのセンテンスパターンもキャスリンさんは勉強しました。先週末まで、うん、あ、先週末勉強した、はい、習いました、はい、ね、ね、とのことでした。うん、いや、なんだろうね、 I heard とかね、あ、はい、ね、ね、ね、勉強した。はい、次、うん、その研究で住める惑星のための3つの要素を考慮しました。うん、ね、うん、わかりました。うん、そうだね。うん、これまずね、要素ね。うん、ね、エレメンツ、はい、ね、まあ、要素でも大丈夫かな。うん、まあでも私思ってんだけどね、ここはね、うん、条件の方がいい。条件わかりますかね。あ、うん、わかりません。ね、もう、ちょっと待ってね。うん、条件。うん、ね、条件。読み方、条件。ね、もう。で、意味がね、コンディション。あ、うん、ね、もう。ね、もう。まあ、多分、まあ、条件の方が、まあ、いいかなと思いますね。ね、うん。ね、その、something becomes possible under some conditions。うん、ね、あ、はい、ね、そうね、うん。じゃあ、これはちょっと、まあ、要素でも、まあ、間違いではないかな。まあ、でもね、コンディションね。うん。うん、ね、3つの条件を。うん、ね、ここでね、今度ね、その研究で住める惑星のために、うん、うん、ね、そうですね、住める惑星の、うん、なんだろう、英語で言うと、何？ For the planets that can be inhabited by creatures。あ、そうね、ね、そうね、そうだね、うん、うん、ちょっとここはね、変えてみますね。もとね、その研究で、うん、ね、うん、でね、うん、その研究、あ、こっちか、うん、すみません、その研究で、うん、生物が、うん、住むね、はい、ダメね、はい、うん、でね、生物が住むための3つの条件ね、はい、ね、はい、これがね、生物が住むための3つの条件。うん、はい、こう書くかな。うん、ちょっとここは、かっこしてね。うん、その研究で生物が住むための3つの条件ね。うん、ね、これね、まあ、キャスミンさん、住める惑星のためにはね、ね、うん、これ、こう書いたんですけど、うん、ね、そうだね、うん、これ、まずね、このためにはね、ために、ね、うん、うん、で、ここのね、
のの前でこれがね、あの一応ナーン、ね、はい、うん、そう、これね、うん、これためにはキャスリンさん勉強しましたか？うん、あ、勉強しました。はいはい、ね、ね、そうね、in order to、 うん、そう、うん、でこれがね、ね、そうだね、ね、わかりましたね、うん、じゃあどう書いたらいいかな、こっちにちょ、あ、ここじゃないな、いや一番上に、ね、ためにね、あ、そうね、うん、多分、うん、いや、これためにがね、ちょっと待ってよ、私もちょっと調べましたね、あ、うん、ね、まあ、これがじゃあ例えばね、うん、暑さのためにね、暑さのためにね、もうこれは分かりますかね、暑さの、うん、暑さのために具合が、うん、暑さの、うん、分かりません、あ、暑さ分かります、 Is it the same as 暑い、うん、これね、暑い、暑いなんだけど、うん、感じ、はい、ね、これはね、あのね、暑いね、うん、あのね、もともと暑い、アジティブ、ね、でこれがね、うん、暑さ、うん、ね、うん、あ、ヒットですか、ヒット、あ、ヒットね、ヒットね、だよね、うん、わかりました、はい、暑さのために具合が悪くなった、これはわかりますかね、あ、具合は何ですか、あ、うん、具合はね、まあ、何、ヘルスコンディション、あ、はい、ね、だ、具合がいい、あ、はい、具合が悪い、はい、ね、ね、うん、まあ具合が悪い、まあね、ね、I got sick とか、ね、うん、はい、うん、で、このね、のためにね、うん、うん、これが、なんだろうね、ビクロースか、ね、うん、ああ、ね、そう、ね、うん、そう、ね、うん、暑さのために具合があるからね、うん、そう、うん、あとは、もう一つはね、うん、うん、家族の、うん、ためにね、うん、ただ、うん、ね、はい、読んでください、うん、家族のために働く、うん、これわかりますかね、はい、はい、ね、ね、うん、まあ、このためにが何だろうね、うん、まあ、フォーだね、うん、ね、うん、そう、うん、家族のためにやってる、うん、そうだね、これがね、まあ、住める惑星のために、うん、ああ、これがね、なんていうのかな、うん、あ、そうか、フォー、うん、家族を住むた、自分で分かんなくなっちゃった、なんか、うん、ちょっとね、ここのためにちょっと説明が難しいので、ちょっと私も調べて、はい、ね、ね、すいません、うん、生物が住むための、うん、3つの条件。で、これね、まあ、この3つの条件ね、うん、ここはまあ名詞なので、一応なぁね。だから、この住むためのね、うん、3つの条件を、ね、うん、で、ここがね、考慮しました。うん、
考慮はこれは何コンシダーとかかな。はい、コンシダー、ね、うんうん、そう。そう、これでね、このキャスリーさん考慮しましたと、まあ書きましたけど、うん。ちょっとね、直しますね。ああ、まずね、ちょっと待ってね。ああ、違う。まずね、ここね、要素が、うん。でね、されていました。これ、まずね、パッシブ。わかります？あ、はい。パッシブ。ね、パッシブね。was considered。うん。これね、を考慮しました。ね。ね、を考慮しましただと、ね、これの主語を書かなければいけません。ね、you have to write subject.はい、who considered that who must be written、うん、はい、わかりますかね、はい、でもこのパッシブだとね、パッシブだと、ね、3つの条件が This is the subject for the passive、はい、Those three conditions were considered、はい、これはわかりますか。はい、わかりました。ね、ああ、そうね、ああ、うん、生物が住むための3つの条件が考慮されていました、ね、ああ、ね、ああ、ね、はい、うん、ね、で1つ目は、ね、地球と広さが同じで、うん、2つ目は太陽と同じような年齢と温度の惑星の数がいくつあり、3つ目は水分が存在する惑星です。ね。わかりました。うん、これまずね、ここはね、うん、大きさ、うん。これ、大きさ、ね、広さ。うん、これ違い、ディファレンス分かりますかね。あ、分かりますね。これは、これまずあの広さね。これはあの、it's for space。分かるかな。うん。え、スペース。そうね。あの、ほら、例えば、ね、部屋の広さ。ああ、はい。部屋の広さ。ね、ほら。ね、で、この大きさね、うん、なんていうの、大きさっていうと、it's more three dimensional。 うん、ね、うん、この広さね、うん、例えばじゃあね、広さ、うん、例えば、うん、ね、うん、広さ、うん、うん、ね、広さね、例えばね、これね、ね、place like this ね、あ、これ it's very spacious ね、ね、これはね、まあ広いね、うん、広さ、ね、あ、ね、あ、ね、あ、まあでもほら地球は ね地球はほら、ま、丸いですね、うん、It's round、うん、ね、はい、これは大丈夫ですかね。はい、大丈夫です、ね、地球とじゃあ大きさが同じで、うん、ね、うん、2つ目は太陽と同じような、うん、うん、次ね、うん、年齢、ね、うん、ここで年齢はね、
人パーソン。ね、そう、これは多分ね、だからね、年数。年数、年数、years。ね。They can be for anything。わかりまあましでた。も、年齢はね、人。年数。年数、そうね。同じような年数と温度の惑星の数が、そうですね。惑星の数がいくつあり。これは、あれかな？there are some でいいんですか？これですか？ there are some。いや、この there are some planets。whose age and temperature。わかりました。わかりましたね。ではそうね。じゃあね、僕ね、わかりました。じゃあまずね、ここね、いくつか。いくつかありね。これわかりますかね。いくつか、ある。Well, there are some. いくつかある。でね、このいくつかありなので、これがなくても大丈夫ね。二つ目は太陽と同じような年数と温度の惑星がいくつかあり。これで大丈夫ですね。そうね。で、三つ目は水分が、ね、存在する、ね。わかりました。最後。でね、ここはね、こと。惑星じゃなくて。これわかりますかね？三つ目は水分が存在することです。ね、惑星ですじゃなくて、ね、すること。これわかりますかね？このね、一つ目はね、二つ目は三つ目は水分が存在することですね。これit's about the condition ね。三つの条件ね。Not the planet itself. そうです。ね。だからね、ことですね。このことから約三億の、ここも書いた方がいいかな。生物が、住めそうな惑星が分かったとのことでした。ね。もう大丈夫です。ね。しかし、宇宙人の発見がないのは、これらの惑星のどれもが私たちが探査できるほど近くにないからです。ここは大丈夫。問題ないです。今、ちょっとまたここも直しましたけど、何か、わからない部分がありますか？このパートは、このことから、このことからね、これらことから、違いますか？もう一度、このことから、このことから、これらこと？そうかね。ここはね、ここはね、この、それは、これらのね、で、これら、この
このことから、うん、これらのことから、うん、そうですね、うん、これらの、このことから、うん、そうだね、これらね、It's pretty well、うん、これは多分このね、3つの条件の3つですかね。はい。3つね。あ、ね、あそこね。これらのと。うん。あ、これらの。ね、これね、3つだからね。The three。だからこれらのね。あ、はい、あ、そうですね。うん。これらのことから。うん。まあ、これらのことからでも、まあ、大丈夫ですし。うん。多分、それがね、この、こ、ね、この、ね、this。ね、まあ、うん、これが多分なんていうの、例えばこれが一つのグループ。ああ、はい、はい、ね。そう考えても間違いじゃないかな。まあ、それだとね、ね、a group of conditions とかね。うん、はい、でも、それでこの手もまあ大丈夫。うん。間違いじゃないな。はい、まあ、多分どちらでもね、大丈夫だと思います。はい、このことから、はい、これらのこと。ね、ね、そう、ね、わかりました。まあいいでしょうね。他には何か問題がありますかね。あ、ありません。大丈夫？大丈夫です。はい。ね、わかりました。うん。じゃあね、ちょっと直したので、ちょっとここも読んでください。うん。はい。はい。先週末。うん、ネットでこの話題を読んでいて、2年前のある研究によると、約3億の惑星に生物が住めるかもしれないとのことでした。その研究で、生物が住むための3つの上限が、上限が考慮されていました。はい、一つ目は、地球と大きさが同じで、二つ目は、太陽と同じような年数、年数と温度の惑星がいくつかあり、三つ目は、水分が存在することです。です。はい。このことから、約3億の生物が住めそうな惑星が分かったのことでした。うん、しかし、宇宙人の発見がないのは、これらの惑星のどれも私たちが探査できるほど近くにないからです。ね、大丈夫ですか？はい、大丈夫です。ね、分かりました。ね、はい、じゃあいいでしょう。まあもう、あとちょっとだけど、ちょっと来週ね、また見ましょうね。はい。うん、はい、ね、はい、わかりました。じゃあ次は、今度聞いて、うん、はい、でね、読みます。ね、うん、はい、うん、ちょっと先週のウェブサイトはね、うん、あれはあまり難しくなかったかな。まあ今日のもね、まああまり難しくないと思います。ね、うん、はい、でも最近のニュース。あ、はい、ね、こうね、ちょっと違いますね、うん。ね、最近のニュース。うん、ね、うん、よいしょ。うん、ね、うん、ね、うん、これは誰ですか？クイーン、うん、ね、そうですね。ね、そうね。まあ、クイーン・エリザベスについてのニュース。はい、ね、じゃあちょっとね、この聞きましょう。ね、うん、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 はい。じゃあお願いします、うん。イギリス、
エリザベス女王が96歳で亡くなる。うん。ここね。うん。これは今聞いて分かりましたかね。あ、はい。ね。うん。じゃあちょっとね、読んでください。うん。エリザベス女王が96歳で亡くなる、うん、ね96歳で亡くなる96歳で亡くなるね、そうです、うん、あれこれキャスリーンさんもニュースを見ましたか。あ、はい、他のウェブサイトで見ましたね。ね、ね、ね、96歳うん、長いね。96歳。でもこの96歳ね、これが年齢。はい、あ、年齢、はい。ね、そうね、うん、分かりました。あ、じゃあね、じゃあね、次聞きます。うん。ちょっと待ってね、うん、分かりました。はい、じゃあ次、はい。イギリスのエリザベス女王がイギリスの時間で8日96歳で亡くなりました。お、今分かりましたかね。はい、さっき同じ、うん、まあね、同じだね、ね、ね、はい、あ、そう、ちょっと待ってね、これが、うん、あ、じゃあね、読んでください。うん。あ、ちょっと待って、ごめん。はい、読んでください。うん。イギリスのエリザベス情報がイギリスの時間で、うん、あ、そうね、もう。はい、はい。うん、これね、8日。あ、8日。はい。ね、もう。の時間で8日。うん。うん、96歳で亡くなりました。ね。ね。8日。8日。あ、8日。ね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 。これが4日。ね。あ、はい。ね。4日。ね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 。まあ、ここはね、同じだね。ほとんど同じですね。わかりました。はい、じゃあ次ね、はい、聞きましょう。はい。エリザベス女王は1952年25歳の時に王になりました。わかる？なんか難しいね。ちょっともう一度ね。はい、これね、で聞いて、はい、うん、まあ60%、ね、60%、はい、60% 分かったらまあ大丈夫。あ、はい、ね、そうね、うん、はい、もう一度聞きます。はい、王は1952年16歳で亡くなりました。うん、エリザベス女王は1952年25歳の時に王になりました。25歳の、うん。25歳の時に。時に、あ、25歳。25歳。はい。20 years old。25歳に。あ、25歳。の時に、うん、おー、うん、おさ、うん、おう、ね、おう、あー、はい、うん、おーになりましたね、ね、おう、おうになりました、うん、ね、うん、はい、じゃね、ちょっと聞きましょう。はい、next、 うん、今年6月に王になって70年のお祝いの行事がありました。うん。わかりますかね。あ、もう一度お願いします。ね、もう一度、はいね。うん。
25歳の時に王になりました。今年6月に王になって70年のお祝いの行事がありました。お祝い、セレブレーション？うんね、そうね、そう。うん。うん。そうだね、ちょっと待ってね。はい、じゃあね。はい。読んでください。うん。今年6月に王になって70年のお祝いの、うん、あ、うん、これね。あ、行事。あ、行事？うん、ちょっと待ってね。あ、行事。うん。あれ、行事わかりますか？あ、新しい言葉。あ、そうかね。まあ、行事ね、イベント。あ、はい。ね、イベント。ね、うん。うん、これでも、大体わかりますかね？うん。大丈夫？はい、大丈夫。ね、わかりました。はい、じゃあね。はい、聞きましょう。はい、うん。イギリスの歴史の中で一番長い期間です。うん、はい、大丈夫。はい、大丈夫。わかりました。はい、ね、じゃあ次。うん。女王が亡くなって、息子のチャールズ皇太子が王になりました。あ、はい。大丈夫？はい、大丈夫です。ね、うん、これね、今のね、ちょっとじゃあ漢字はなしで、ね、はい、じゃあちょっとね、読んでください。うん。あ、イギリスの、あ、これ、歴史。歴史？うん。歴史なんですか？あ、歴史？あ、歴史はヒストリー。ヒストリー、あ、はい。イギリスの歴史の中で一番長い、うん、これ、期間。期間、あ、うん、うん、一番長い期間です。はい。情報がなくなって、うん、うん、こう。あ、お、息子。息子、あ、そうです、うん、はい。息子のチャールズ、うん。ちょっとね、これは難しいな。ちょっと待ってね。はい。ね、もう。皇太子、皇太子。うん。チャールズ、皇太子が王になりました。うん。これ分かりますかね、皇太子。皇太子に分かりますか。じゃ皇太子、あの、プリンス。ああ。はいね、どう、ここは、ここもでも、まあ、あまり難しくないかな。うん、どう、あの、わかりますかね。はい、わかりました。大丈夫？はい、大丈夫です。わかりました。じゃあ、ちょっともう少し聞いてみましょうね。うん、はい。うん、女王は SNS を使って国の人たちと多くのコミュニケーションをしました。はい、大丈夫です。お、大丈夫ね。わかりました。次はね、あ、次ちょっと難しいな。うん、ちょっと聞いてみましょう。はい。うん、昭和天皇は1971年にイギリスに行きました。うん、これはちょっと難しい、ちょっと待ってね。これはね、うん、ここ。うん、昭和天皇。昭和天皇は、1971年にイギリスに行きました。ね、これね、昭和天皇、あの、エンペラー。ああ、はい。日本の、ね、
ね、これがね、ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。ちょっと待ってよ。天皇、ね、日本のね、エンプラー。ああ、でもないな。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。難しい。あ、あったあった。これ昭和天皇。いつまで？1989年まで。1989年。昭和天皇、ね、1989年まで。ね、でね、previous emperor ね、いつまで？4年前まで。でね、今ね、right now ね、今の点。大丈夫ですかね。大丈夫です。そうですね。わかりました。イギリスに行きましたね。そうだね。そうね。わかりました。まあいいでしょうね。まあね。こうだね。ここはね。まあちょっとね、多分キャスリーンさんがあまり知らない言葉がある。Some words that you're not familiar with. Emperor. あ、陛下は難しいね。何でも。His Majesty とか。ね、そうね。まあね、これ、ね、まあちょっとね、この Some Special Laws。ちょっと難しいね。まあでもね、まあ多分ね、でもこのね、Style of Writing。これはあまり難しくないです。そうですね。わかりました。大丈夫です。そうね。OK ですね。まあ、だからね、こう日本語でね、エリザベス女王。ね、クイーン・エリザベス。エリザベス女王。ね。スイッチ。ね、そうですね。今だからね、この、ね、チャールズ皇太子、ね、が王になりました。今はチャールズ王、ハウス。キン、キン。国王、ね、チャールズ国王、国王。チャールズ国王。そうですね。まあ、フィリピンはね、このほら、国王がいませんから。そうです。いません。まあでも、タイランド。タイランドは国王がいます。そうです。ね、そうね、そうね。
あれあと、マレーシアも国王がいるかな、確か。マレーシア。ね、そうです。韓国が。韓国はね、いません。あ、いませんか。ね、そうね、そう。中国もいない。いない、ね、ああ。ということでね。ラジオね、もう。ね。あ、でもあまり多くないね。ちょっと待ってね。猫が。猫。猫はタイ。猫は。これは、あれ、これどこだろう。ね、これタイでしょ。ね、は。ね。で、マレーシア。ね、は。あれ、これはどこかな。カンボジアかな。ああ、はい、カンボジア。でね、日本は天皇。ね、は。でもどう、フィリピンも昔は国王がいましたか。昔、いると思います。はい。そうか。はい。でも、ね、ずっと前。うん。はい。ね、ね、そうそうね。わかりました。ね。はい。ね、OK です。もう、ね。どう、今日の勉強はどうでしたか。はい。今日も、楽しかったです。ありがとうございます。はい、何か、それからリクエストがありますか？I think we're doing okay. あ、どうぞ。大丈夫。大丈夫？はい。そうね。わかりました。はい、ね、それから、どう？キャスリーンさんの、ね、ほら、週末自分で日本語を勉強しました。はい、そうです。はい。何か問題がありましたか？今、I can't think of anything. 大丈夫。ね、ね、わかりました。ね、どう、今日はじゃあこのレッスンの後で何をしますか？キャスリンさん、このね、このレッスンの後で何をしますか？練習するしたい？あ、そう。練習したいと思います。はい。はい、何を練習しますか？ニュース、さっきニュースを。あ、ニュース？あ、そうか。あ、これ？もう一度、はい。もう一度。あ、じゃあシェアします。はい。じゃあちょっとシェア。これです。はい、ありがとうございます。ね、NHK のね。うん、はい。X。ね、ね、まあ、他にいろいろなニュースがあるからね。わかりました。わかりました。じゃあ、キャスリーンさん、また来週お願いします。ありがとうございます。はい、じゃあまた。はい、また。はい、バイバイ。はい。はい。